世の中の女は上位 20% の男にしか興味ない。で、これはガチ。全体の 20% の男が女からモテる。それ以外はモテない。で、自分がなんでモテないんだろうって、まあ、よく思う人いると思うけど、それはお前が上位 20% に入ってないから。断言する。お前は上位 20% に入って初めて男として見られる。基本的に残りの 80% はもう男として見られてない。だからモテないんだよ。逆にモテるやつがどんどんモテる。それは上位 20% に入ってるから。でもこれはもう女の本能。仕方ないことなんだよ。この男と女ってこのマーケット上で価値の高いものに惹かれるのはそれはもうしょうがないこと。それはもう自分の中で受け入れなきゃいけない。上位 20% の男がモテる。それ以外はモテない。上位 20% の男たちが世の中の女、それを独占していく。で、これは女に限ったことじゃない。すべてにおいてそう。金持ちがどんどん金持ちになる。金持ちが寝てる間にどんどん金持ちになってんのもそういうこと。上位 20%。 そいつらが残りの 80% が作る利益と同じだけの利益を寝てる間に作ってる。パレートの法則って言うんだ、これを。で、世の中はこういう仕組みになってる。なんでか知らないけど、数字で出ちゃうんだよ、それが。で、俺はもともと結構長い間この 80% の方にいたんだよ。で、今は正直 20% にいる。なんでわかるか。 20% に入った瞬間話がガラッと変わったから。本当にほぼ頑張らなくても女は寄ってくる。ガチ。なんでか、上位 20% にいるから。これだけの人数の女がこの 20% の男にしか興味ないって考えたら、この 20% の男はもう 20% の男でいるだけで女を引き寄せるんだよ。なんでかっていうと、需要と供給が合ってないからね。価値が高いから。ダイヤモンドと一緒よ。価値が高いんだよ。でも俺は長い間 80% の方にいた。で、今 20% の方にいるから、その 20% の方にいる俺から言えること、そんなに難しくないよ。お前も絶対なれる。この 20% に入るのはそこまで難しくない。で、これが理由。なんでだと思う？半分以上の奴らがそもそもこの戦い、この競争に入ってない。参加すらしてないから。いい。 50% の男は毎晩しこってクソみたいなもの食って、運動しないで寝ないでゲームばっかやってゴミみたいな生活してんだよ。いい。だから当たり前のことを当たり前にやる。それだけでお前はもう 50% より上。うん。残りの 30%? 残りの 30% に勝つためにはどうしたらいいか。残りの 30% はもう残りの 30% よ。まあちょっとは自分磨いてるかもしんない。ちょっとはファッションに気を使ってるかもしんない。ちょっとは努力してるかもしんない。けどそいつらもそうでもない。適当。なんとなく。ガチで自分を高めにいってない。だからやるべきことやって、大事なこと、いいマインド持って 20% を目指せれば、目指してれば必ず上位 20% には入れるんだよ。そこまで厳しい戦いじゃない。これはお前次第なんだよね。お前のマインド次第なんだよ、マジで。上位 20% に入るといろいろ美味しいんだよね。うん。いろんなことうまくいくし、女とかもね、全部いろんなことうまくいくんだよ。で、この美味しい部分、これを知らずにみんな諦めていく。なんでか、この 20% に入るまで、その入るまでの道のりが長いから。しかもこの 20% に入るまでなかなか成功体験ってのは得られないから、だから自分が全然進んでないんじゃないか、そういう気持ちになったりする。だからみんな諦める。だけどよく考えてみてほしいんだけど、ほとんどの成長線、成長のグラフってのはこういって何かをきっかけにこうやって上がるんだよ。いろんな YouTuber 見ればわかるけど、大体みんなこうやって言って何かのきっかけの動画でこう行くんだよね。ちなみに俺はまだここにいるんだけど、このこの段階に、このフェーズにいるんだけど、でもこのここ、これに入った瞬間話はマジで変わる。で、俺はそれを実感した。
俺はずっと88割の方にいたね。で2割の方に入ってこれを実感したマジで。でこの2割に入るために必要なこと一つだけなんだよ。マインドセット。お前が上に行く意志があるか、それだけで。俺はこの上に行く意志ってもの、このポジティブな成長サイクル、そのマインドを持ってたのは筋トレが理由なんだね。あとスポーツが理由なんだね。きつくてもジムに行く、辛くても食べるもの食べる、そういうことをやってって少しずつ体が変わってった。あ、俺体変えられんじゃん。自分の目指してるところに向けてやることやれば上目指せんじゃん、進めんじゃん、進めてんじゃん。この気づき、これが俺を変えた。俺のマインドをガラッと変えた。今まではやっても無駄だ、俺には無理だ、俺はこういう人間だ、そうやって自分にストップをかけてたんだね。だけど実際に努力して自分の体を変えたことで、あ、変えれんじゃん自分のこと。その気づきをね、実体験で脳に刻ませたんだよ。正直体変える前も分かってた。だけど実際に変えて初めて実感する。あ、変えれんじゃん、お前もできるやん、俺もできるやんってなったんだよね。そっから俺のマインドはもうポジティブポジティブポジティブよね。コミッションに関してもそう。俺は体を変えることができたから絶対コミュ障、それも治せるって、ね、頭のどこかで感じてたんだよ。で実際にそれで俺は努力した。取り組んで自分の恐怖に立ち向かって逃げないで取り組んだ。そしたら今では普通に人に会うのが楽しいし、いろんな人と仲良くなることができる。で、なんでこうやって努力できたか、なんでこうやってコミュ障な部分、自分の欠点を直すことができたか、それはこの筋トレで自分の体を変えたっていう事実、そこから学んだ成長のマインドセット、ポジティブなマインドセット、それを自分の中に取り入れてやり続けたから、信念があったから。信念があったんだよ、全てにおいて。そうよ、この信念、ポジティブなマインドセット、俺はできる、俺は絶対自分を変えれる、それを持ってれば必ず上位 20% にたどり着く、必ずいつかはここに入れるんだよ。何が起きようとこれは達成する、そういうマインド。俺はどんなにきつくても、どんなに嫌な思いしても、どんなに人に声かけて断られても、俺は諦めない、俺は達成する、俺はいつか普通の人と同じように当たり前のようにコミュニケーションを取れるようになる、そういう思いがあったからそうなれた。で、みんなが引っかかるポイント、みんなが言い訳をするポイントが一つあるんだけど、それが遺伝子、俺の性格、もともと俺はこういう生まれだ、俺はこういう人間だ、そういう自分への言い聞かせ、潜在意識、マインドブロック、それがこの上位 20% に入らない最大の理由。いい、まずもともとよ、この 50% 下の 50% に関してはもはや自分を変えれるってことに気づいてないし、変えようとも思ってない。もはや自分を磨くことにすら興味ない人たちね。もうここの奴らはもうアウトよ。もう希望の光すらない。で、この 30% の奴ら、ここが、こいつらが引っかかる場所ってのは、そこなんだよね、マジで。諦めるか諦めないか。で、諦める理由を、大体みんな、遺伝子のせいにする。性格のせいにする。生まれのせいにする。ね、筋トレしても俺は遺伝子が悪いから全然筋肉できないみたいな、俺は痩せ体質だからって、俺は太ってる体質、太る体質だからどんなに頑張っても痩せれない、そういうことを言って諦める。ちょっとだけ筋トレかじって、ちょっとだけダイエットかじって、
それで諦める。あ、自分には無理だって言って諦める。筋トレだけじゃないよ、コミュ力に関してもそうだし、ルックスに関してもそう、全部そうよ。全部遺伝子のせいにする、性格のせいにする、自分の、ま、身の回りの人のせいにする。自分に責任を持ってない、自分の人生に責任を持ってない。だってそっちの方が楽なんだよね、マジで。人のせいにするのってめっちゃ楽。うん、環境のせい、自分の性格のせい、生まれのせい、遺伝子のせい、めっちゃ楽だもん。だからみんな大体この 20% に入る前で突っかかるのはそこ。うん、で確かに遺伝子は関係あるよ。お前の成長スピードだったり、お前の得意不得意、そういったものを決めるものではある。だけど遺伝子、お前の生まれ持った性格、それはお前の成長を止めるものではない。うん、どんなに遺伝子が悪かろうと、どんなに性格が向いてなかろうと、お前はその与えられたものの中でそれをマックスさせることはできるってこと。確かにウサインボルトみたいに 50m 走走れないかもしれない。だけど今仮に 50m 9秒だとして、お前の遺伝子をマックスさせれば必ず7秒までいくんだよ。いい、確かにウサインボルトみたいに 50m 5秒5とかね、知らない、5秒2とか、どんなに遺伝子の中で自分をマックスさせてもそこまではたどり着かないかもしれない。それはもう生まれ持って決められているから。ボディービルダーだってそうよ。俺の弟ボディービルやってんだけど、あいつが言ってたのは、結局これは遺伝子ゲームだって。みんなステージに立つやつらは遺伝子の可能性を完全にマックスさせたやつら、そいつらがゾロゾロ立ってる。うん、だから遺伝子をマックスさせて初めてそのステージに立つ、初めてそこで競えるってこと。うん、でお前はどうよ、マックスさせてる？言い訳する前にマックスさせてるかって話。与えられたもの、生まれ持ったお前自身をマックスさせてるかって話。マックスさせる前に言い訳はすんな。いい、ルックスもそうだし、体もそうだし、全部よ。ソーシャルスキル、コミュ力。だからいくらマックスさせてもさんまさんみたいな、さんまさんいくらマックスさせてもね、お笑い芸人の誰々みたいにうまく喋れるようになるかっつったらわからない。それはそいつのタレントだから。オペラ歌手みたいに歌えるかって言ったらそうではない。だけどマックスさせてからよ。自分に能力がないとか、自分に自分は向いてないとか、そういうことを言うのはあくまでもマックスさせてから。でマックスさせてないやつ、そういうやつらほど言い訳する。マックスさせてるやつらは言い訳しない。自分のポテンシャルの8割9割まで上り詰めてるやつらは文句言わない。なんでか、上位 20% に入ってていろんな成功を収めてるからね、モテるから、魅力があるから、人を引きつけるから、その自分を磨いた対価ってものを得てるから文句言う必要がないんだよ。もう十分なんだよ、ハッピーなんだよね。反対に自分磨かないで人のせいにして、環境のせいにして、自分の遺伝子のせいにして諦めてるやつ、そういうやつらほど俺はこうだからモテない、俺はこうだから体変えられない、俺はこうだから金がない、そう言って文句を言う、人のせいにする。何が言いたいか、俺が上位 20% に入るためにはそこだけ、そのマインドっていう部分を上位 20% が持ってるマインドにすれば、必ずお前はいずれかお前の与えられたものをマックスさせてその上位 20% に入れる、間違いないよ。要するにお前のマインドセット以外にお前が上位 20% に入れない理由はないってこと。上位 20% に入れないってことはお前のマインドセットに問題があるってこと。それ以外はマジで問題ない。自分をマックスさせれば絶対 20% に入れるって話ね。じゃあ具体的にどういうことをしていけばいいか、この 20% に入るためにどういう部分を磨けばいいか、それを喋っていきたいと思う。でこの具体的な部分はまずはマインドセットを持ってないと聞いても意味ないからね。だからまずはこの
ポジティブなマインドセット、成長を目指すマインドセット、それを取り入れる気がないやつはこれを聞かなくていい。で、結論から言うよ。タイムテーブルを作れ。上位 20% に入りたかったらタイムテーブルを作れ。タイムテーブルって何？って言ったら時間割よ。お前が毎日与えられてる一日一日で何をするか、何を成し遂げるか、それをタイムテーブルにしろ。時間割を作れってことで、その時間割を頭に染み込ませろ。お前もう毎日の生活で何をすればいいか分かってる、何をやればいいか分かってる、ね、無駄な時間がない。インスタ見て暇つぶしする時間はない。 YouTube 見て暇つぶしする時間はない。オナニーして気持ちよくなってる時間はないよ。上位 20% に入りたかったら基本的にこの4つのエリア、この4つのエリアを向上させなきゃいけない。1つ目がメンタル、2つ目が体、3つ目が金、4つ目がソーシャルスキル、社交性ね、社交スキルね。で、タイムテーブルの中にこの4つ、それを高めるような習慣、行動ってのを必ず含めるってこと。毎日の生活でこの4つのものを高める習慣、それをタイムテーブルに入れてこなしていけば、毎日こなしていけば必ずお前は上位 20% に入れる。で、じゃあ例えばどういうことをやっていくか。メンタル面、例えば瞑想とかコールドシャワーとか。メンタル面が下がってるとお前は上位 20% に入れない。メンタルが落ちてるとお前が鬱な状態、ネガティブな状態、頭が曇った状態だとお前はやるべきことができない。だからそもそもスタートラインに立てない。だからこのメンタルっていうものを整える、メンタルっていうものをいいものにする習慣は必ず取り入れるってこと。二つ目、フィジカル、体ね。これはもう筋トレ、運動、あとは食事を。ちょっとデータが飛んじゃって取り直してんだけど、服だけ変わってる。まあいいや。三つ目、金ね。なんで金があればモテるか、それは普通にもう本能よ。何千万年も前からそうなんだよ。まあその時代は金があるかどうかってよりかは獲物を仕留めて持って帰ってこれるかどうか、まあそれが今の世界では金なんだよ。金があるやつはモテるのはなんでかっていうと、一緒にいて安心だから、養ってもらえるから、女の本能なんだよ。だから金を、収入を上げる、それはマストで、親の収入を超えろ。俺もそれを目指してる。俺は正直これで収入増やして今自分の年齢のやつらの3倍4倍5倍稼げるようになったら、俺は多分トップ 5% 入ると思う。正直、まあ、それは俺の考えだから、納得しない人は納得しなくていいんだけど、これで俺金稼げればマジで 5% に入れると思う。うん、まあいいや、それは置いといて、金を稼ぐための習慣、タイムテーブルに入れろって。副業でもいいし、仕事してるんだったらその仕事でより収入を高めるための勉強、行動、それを取り入れろって。タイムテーブルに必ず金を稼ぐためのルーティンを入れろって。いい。四つ目、ソーシャルスキルよ。お前がどんなにかっこよかろうと、どんなに金があろうと、コミュ障だったらモテないよ。マジで。まともに女の子の目を見て喋れないようだったらお前はモテない。確かに最初の2、3分女の子お前に興味示すよ。うん、興味示してあれこれ質問してきたり近寄ってきたりするよ。だけどお前がコミュ障で女の子の目をまともに見れなかったら、自分の言いたいことはっきり伝わるように喋れなかったらお前はモテない、断言する。これは俺は経験済みだから言ってる。うん、普通に2年前3年前結構女の子寄ってきたよ。だけどまともに喋れない俺は最初の 2,3 分だけ引きつけて、後からなんだこいつつまんな、バイバイ、毎回そう、イギリスでもそうだった。うん、めっちゃ悔しかった俺で、クラブでいろんなこと目合うし、いろんな子が寄ってくるのにまともに喋れないから全部チャンス逃してく。いい、経験済みよ。だからルックス磨いて
金稼いでもコミュ力なかったらしょうもないよ、モテないよ絶対。だから必ずこの4つ目のコミュ力、その部分を磨く習慣を、その部分を磨く習慣を取り入れるってこと、毎日のルーティンに。いい、どんなに時間なくても1日1回知らない人にこんにちはって言えって。それだけでお前ゲームチェンジャーよ、話は変わってくるね。どんなに時間なくてもコンビニでありがとうございますって目見て言えって、今日忙しいですかって聞いてみろって。そういった小さな積み重ねがお前のコミュ力、ソーシャルスキルを上げていくんだよ。で、週に1回時間があるときに外の街出ろって、いろんな人に声かけてけってね、夜の街出かけろって。夜の街の方がみんなオープンだから、話しかけたら大体ポジティブなオーラで帰ってくるよね。出かけろって。ずっと家にいてゲームやって YouTube 見て漫画読んでたら、お前のソーシャルスキルはゴミよ、クソだよ。うん。で、俺はそれを経験してるからそう言える。引きこもった時期が一番コミュ障だった。俺コミュ障でもなるべく外に出てたんだよ。だけど一時期引きこもった時があって、その時ほど自分に自信がなかった時はない。その時ほど俺って本当にコミュ障だって思ったことない。だから出かけろマジで。で、知らない人と一日一回は喋れって、それがマジでお前のコミュ力って部分変わる、変える。そのちっちゃな積み重ね、お前を変えるんだよ。だからタイムテーブルに入れろって。で、本当にコミュ障に悩んでんだったら俺のプログラムに入れ、ケツに火をつけろ、やらなきゃいけない環境に自分の身を置けって。俺が1日目から30日目まで具体的に何すればいいか教えるから。うん。で、同じようにコミュ障を脱却することを目指してる仲間いるから、恐怖に立ち向かうにはやっぱりそれなりの覚悟が必要で、俺はそれを準備したから、入りたかったら入れって。それが4つ目のコミュ障っていう部分ね。必ずタイムテーブルに入れろ、磨きまくれ。もしかしたら他の3つよりも一番大事になってくると思う。正直どんなにデブでも、どんなにガリでも、どんなに金なくても、コミュ力があって人を笑わせることができる、人とつながることができる、人にいい時間を与えることができる人、もうそれだけでめっちゃ価値なんだよ。だから磨けって。うん。さっきも言ったけど、タレントがあるやつはいるよ。タレントがあるやつにかなわないかもしんない、どんなに頑張っても。けどマックスはさせれる。当たり前のように話せるところまではお前もいける。で、文句言うのは全部やっていかないでしょ。自分にできることを全部やって、毎日コミュ障克服に取り組んで、それでもダメだったら初めて文句言っていいよ。だけど何もやってないでただ YouTube 見てるだけのクズが文句言うな、マジで。それが一番ありえない。俺それを聞くのが一番イラつく。やることやってから文句、ちょっと強く言いすぎたねごめんそう、まあでもそんな感じよ。タイムテーブルにコミュ障を克服、ソーシャルスキルを上げる習慣ってのを入れろって。で、この4つのことを自分のタイムテーブルに入れる、毎日こなす、自分には絶対できる、でそういう信念持って毎日繰り返していけば、必ずお前は上位 20% に入れる。で、上位 20% に入ったら、そのいろんなきつい取り組み、努力をした過去のお前、そいつにお前は感謝するから、マジで感謝する。俺は過去の自分に感謝してる。きつくても恐怖に立ち向かったこと、嫌でもジムに行ったこと、俺はその自分に感謝してる。で、お前もそうなるよ。今それをやれば未来のお前は今のお前に感謝するから、きつい時こそやりたくないことやれって、マジで。そのきついって思った瞬間、その自分に打ち勝てって。
その打ち勝った後、マジで爽やかだから。で、その積み重ねなんだよ。で、きつい時に毎回逃げてたら、お前は、どこにもたどり着かない。結局、上位20杯にいる奴ら、そいつらは、きついことから逃げずに立ち向かって、それをぶっ壊してる奴らよ。クラッシュしてる奴らよ。そいつらと、その他の8割の違いっていうのは、そこなんだよ。で、上位20杯に入っていい人生を送りたいんだったら、やれって。お前にもできるんだよ。ってことで、この動画がいいと思った人は、いいねボタンと登録、よろしく。で、こういった自分磨きに関すること、マインドセット、より良い人生を送るために大事なことってのを、どんどん YouTube 出していきたいと思うから。それに興味ある人は、登録して。YouTube 最高。